岡崎大一、岡崎大一、岡崎大一、1983年6月20日隊は、奈良県五条市出身のプロ野球選手、保守。右投げ右打ち。阪神タイガース所属。小学生時代に、牧野ジュニアーズで野球を始めてから、一貫して、保守を務める。智弁学園高校時代には、畑雄二とのバッテリーで活躍。三年生だったには、春の、 第73回選抜高等学校野球大会と夏の第83回全国高等学校野球選手権全国大会に出場すると選手権大会でチームの準々決勝進出に貢献した。高校卒業後は社会人野球の松下電機に入社。後にプロでもチームメイトとなる久保康友と元バッテリーを組みながら強権を武器に活躍した。 2004年の NPB ドラフト会議自由獲得枠で地元球団の阪神タイガースに指名。1億円に出来高分の後、0円を加えた契約金と年俸1500万円。金額は推定という最高条件で入団した。入団当初の背番号は27。ウエスタンリーグ公式戦48試合に出場。2軍の保守では、カノケ介スケに次いで、 出場機会が多く、打率290、出塁率360という好成績を残した。また、通算で29本の安打のうち、二塁打を4本、三塁打、本塁打を2本ずつ放った。その一方で、マスクを被った9月25日の対、中日ドラゴンズ戦では、中日の打者、マクタケンジが空振りから振り戻したバットが右肩を直撃。 乱闘騒ぎにまで発展したが、右肩は後に感知している。前年に続いて、ウエスタンリーグの公式戦で、カリノに次ぐ64試合に出場。規定試合数に達した保守では、リーグ唯一の無実作だった。打撃面では、前年を上回る4本塁打を放った一方で、打率や出塁率などが前年を下回った。 ウエスタンリーグ公式戦54試合に出場したが、ほとんどの面で前年より、打撃成績を落とした。守備面でも、清水誉れ、橋本良平の両新人が、積極的に起用されたため、保守としての出場は20試合で、一塁一種としての起用も多かった。シーズン終了後には、12月1日に結婚する、一方で、背番号を57に変更している。 前年まで保守だった浅井亮のガイアコンバートや故障による狩りのので遅れなどを背景にウエスタンリーグ公式戦41試合に出場。しかし、清水が正保守格として定着したため保守としての出場は23試合にとどまった。また、前年に続いて打率が2割台の前半で低迷した。松下電気時代にバッテリーを組んでいた久保が 千葉ロッテマリーンズから移籍。岡崎自身も、一軍の聖保守、矢野照弘が故障で開幕に間に合わなかったことなどを、背景に、プロ入り後初めて開幕を一軍で迎えた。4月4日に、東京ヤクルトスワローズとの開幕カード、第2戦、京セラドーム大阪で、スタメンマスクのカリノに代わる二番手保守として一、軍デビュー。4月7日の対広島東洋カープ戦。 阪神甲子園球場では、移籍後初登板、初先発の久保とのバッテリーで、スタメンに起用されると、一軍初安打を含む、猛打賞と一軍初打点を達成した。シーズン通算では、一軍公式戦12試合の出場で打率、357を記録。ウエスタンリーグ公式戦でも、47試合の出場で、打率、321本塁打。 17打点という成績を残した。シアトルマリナーズから移籍したジョージマ、マ島健ジが一軍の正捕手に定着。矢野に加えて、小宮山真嗣も第三捕手として一軍のベンチに入る機会が増えた。影響で、岡崎に一軍昇格の機会はなかった。ウエスタンリーグ公式戦では、56試合の出場で、打率26、262、日本塁打。 13打点という成績を残した。FA 県の講師によって移籍した藤谷明人が故障で戦線を離脱した城島に代わって一軍の正捕手に定着。小宮山も第二捕手として出場機会を増やしたため岡崎は7試合にしか出場できなかった。ウエスタンリーグ公式戦には25試合へ出場。打数は少ないながらも打率392。 51打数20アンダー、1本塁打、7打点を記録した。前年に続いて、1軍の正捕手に、藤井、第2捕手に、小宮山を起用。シーズン中に、捕手の今成良太が、北海道日本ハムファイターズから移籍したこともあって、岡崎の1軍公式戦出場は19試合に、とどまった。ウエスタンリーグ公式戦では、32試合の出場で、打率。 221、4打点という成績を残した。日高義が FA 県の講師によって移籍したため、一軍の保守陣を、正保守、藤井、第二保守、日高という婦人に変更。シーズン中に、日高が故障で一軍を離れてからは、清水誉れが、第二保守として一軍に定着した。この影響で、岡崎には三年ぶりに一軍公式戦への、 出場機会がなかった。ウエスタンリーグ公式戦でも38試合の出場で打率1522打点にとどまった。久保の FA 遺跡に伴う保証措置で加入した鶴岡一世や新人の梅野龍太郎が一軍に定着。いずれも藤井と併用されたため岡崎には2年続けて一軍昇格の機会がなかった。さらにウエスタンリーグ公式戦でも 一軍での実績が岡崎を上回る小宮山が正捕手格として起用。岡崎は途中出場を中心に46試合、捕手としては29試合へ出場するとともに打率244、1本塁打、7打点という成績を残した。一軍で開幕からスタメンマスクを任されながら不調に陥った梅野に代わって5月3日に出場選手登録を果たした。 5月4日の対中日戦、甲子園に2番手星として3シーズンぶりに1軍公式戦へ出場。打席にも1回立ったが、2日後の5月6日に登録を抹消されたため、1軍公式戦への出場はこの試合だけにとどまった。その一方で、ウエスタンリーグ公式戦では30試合の出場で打率286を記録した。 前年の秋季キャンプでの動きが新任の首脳陣に高く評価されたことから、春季キャンプを一軍の沖縄組でスタート。聖保守閣で自身七年振りの開幕一軍入りを果たした。三月二十五日には中日との開幕戦、京セラドーム大阪に八番保守としてスタメン出場。阪神敗の木の保守としては、球団史上最も遅い入団十二年目で、 初めて一軍開幕戦のスタメンマスクを任された。この試合で一軍公式戦自身4年振りの安打を記録すると3月26日の同カードでは敵時打によって自身7年2545日振りの打点を挙げた。4月10日の対巨人戦東京ドームでは5回表1四万塁の打席で放った2.2塁打によって一軍公式戦自身初の長打を記録。 打力で勝る原口文人が一軍の正捕手に抜擢された5月以降もランディメッセンジャーやノーが先発する試合を中心に随時スタメンへ起用されていた。しかし7月12日の大東京ヤクルトスワローズ戦、長野オリンピックスタジアムで左手の U ハリコツを骨折7月14日に出場選手登録を抹消されると7月15日に骨折部分の 除去手術を受けた。8月にウエスタンリーグ公式戦で実戦に復帰したが、自身の戦線離脱中に、新人の坂本誠志郎が一軍に適されたことなどから、一軍への復帰までには至らなかった。しかし、一軍公式戦全体では、自己最多の38試合に出場。打率は、200ながら、アンダ数、13、打点、5、ギダ、3、などで、 自己記録を更新したほか、一軍初の儀費や盗塁も記録した。二年連続で開幕一軍入りを果たすと、開幕戦からしばらく、スタメンマスクを梅野に譲りながらも、一軍公式戦に随時スタメンで出場。甲子園球場での対北海道日本ハムファイターズ、三連戦、6月2日から6月4日では、第二戦。 3日以降のチームの2連勝に貢献したことから2日連続で試合後にヒーローインタビューを受け8番星としてスタメンに起用された第2戦で逆転の2点本塁打や自身8年ぶりに同目の猛打賞を記録したことや途中から出場した4日の最終戦延長11回裏の打席でサヨナラ安打を打ったことによるプロ13年目で記録した1軍初本塁打は NPB の一軍公式戦に出場した野手の在籍年数では石山和秀に次いで2番目、打席に立った経験のある投手を含めれば3番目に遅い本塁打であった。一軍公式戦への出場は前年を下回る34試合でスタメンマスクを任される機会も減ったが打撃面では通算で2本の本塁打を記録。 シーズン終了後の11月21日に臨んだ球団との契約交渉では2年連続で年俸の増額提示を受けた末に翌2018年の契約を公開した。この公開による翌年の推定年俸は1、700万円、前年から400万円増で入団13年目にして入団時の年俸、前日を初めて上回った。 梅野が一軍の正捕手に定着したことや、原口が代打を中心に打撃面で好成績を残していたことなどから、一軍公式戦への出場機会が6試合にまで減少。3試合でスタメンマスクを任されたが、通算13打席、11打数で1本の安打も放てずにシーズンを終えた。しかし、球団からの戦力外通告を覚悟したというシーズン、終了後の契約交渉は、 推定年俸1、500万円という条件で契約を公開。球団からの減報提示、前年から200万円減を受けての公開ながら、球団幹部からは、来年も頑張ってほしいという言葉で激励れた。二類への早球で1.86秒を計測するほどの強権が武器。その一方で、阪神への入団直後から打力の低さを指摘されてきた。 2015年の秋季キャンプでは、一軍監督に就任したばかりの元チーム名と、金本智明の指導で、十分に間を取ってからボールを弾き返す打法を、体得。2016年の春季キャンプでは、金本が、以前とは明らかに別人と、表現するほどにまで打力を高めている。ちなみに、金本は、岡崎が、入団13年目の2017年に一、 軍公式戦初本塁打を放った本ハム戦の試合後に本塁打が出た瞬間には唖然として何が起きているのかわからなかった。今日の活躍が生涯最高で最後にならないように頑張ってほしいとのコメントをしている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。